今回もご視聴いただきありがとうございます。キャンプギア DIY 系 YouTuber のサルです。このチャンネルでは100均アイテムを中心に低価格帯のキャンプギアを DIY 加工することでより使い勝手の良いものに改造する方法などをご紹介しています。ご興味ある方はチャンネル登録と Twitter、インスタフォローもお願いします。はい、こうなります。今回は一番最初に撮り始めた時に意図した本来の注意喚起動画がようやく撮れましたので公開したいと思います。この商品につきましては直火やオーブンでの使用は不可ですので、前回の動画をまだご覧になってない方は第2編と第3編をご覧になってからこちらを見ていただくことをお勧めします。オーブンで湯を沸かしてみても全く問題なかったので、簡単なね朝食を作ってみようと思います。まあ、くっつくのがね、嫌なので、この、くっつかない、アルミホイル。これをね、まず簡単にこちらにセットしていきます。フライパン用アルミホイルとかいう感じでね。食材は何でもいいので、その日あるものですね。それから、まあ、ハムを適当に切ったもの。玉ねぎ。ちょっとね、入れるとピリッとして美味しいので、で黒胡椒をパラパラ、チーズをちょっと加えましょうですね。はい、これで焼いていこうと思います。はい、ではね、食材を4分ぐらいかなやってみようと思います。オーブントースターの内部は真っ赤に赤熱してます。だな、これは美味しそうですね。いただいてみようと思います。こういう感じですね、こういう感じですね。いただいてみます。焼き物でも何でもできますねこれね。おお、めっちゃ美味しいですよ。ほら、実はこの直後にシェラカップの異常に気づきました。主な原因なんですけど、水や油のような液体を入れずに加熱してしまったことと、あとガスコンロだと底の一部だけ炎が集中して当たるため部分的に加熱されてしまうこと、あとアルミ箔を入れてたせいで熱伝導が妨げられてしまって、まあ、例えば水だったら、温まってもそこが対流をしてですね、内部で温度が均等に拡散することである程度シェラカップ全体の温度が一定に保たれるんですけど、アルミ箔をしているせいでそうした対流がですね特に起きにくかったために膨張率の差でシェラカップに歪みが出てしまったんではないかと思います。焼き物に対してやっぱりめちゃめちゃ弱いですね。やっぱね、焼き物だと鉄板が薄いせいで壊れますね。こんな感じ。ペッコンペッコンになってます。わかりますかね。押さえると、はい、こっちに飛び出しててこっち押さえるとこんな感じです。ダメになったついでにやってみます。殻だけはダメですが、ちょっとね、へっこんでますね、かなりね。まあちょっとコーヒーを入れて飲んでみようと思います。 200cc ちょうどぐらいですね。あ、そういやこれ初登場ですけど、ワッツで売ってるステンレスシェラカップリッドのブラック、黒いやつですね。まあ、質感がいいのでね、ちょっと最近ねちょくちょく使ってる感じです。はい、入れましてこんな風にね、もういいですね。では火を止めます。コーヒーをね入れていきます。どのぐらいかな、もうすぐ出てきますね。
かなり濃いねコーヒーになりました。はい、こういう感じでコーヒーをねいただきたいと思います。ちなみに今朝なのでねモーニングコーヒーです。はい、今ねコーヒー飲み終わって洗ってきたんですけど、やはりねもうここがペコペコになってしまってますね。だから押してみると、はい、もう改善しないですねこれはね。もう一度こんな感じ。まあ使えなくはないんですけどね、やっぱり故障しちゃいましたね。はい、ということでね壊してしまったので、まあどういう不都合があるかっていうと、まあ、普通に湯を沸かしたりする分にはね特に問題ないんですけど、一度下に押し出します。はい、今下にねこう膨らんでる状態です。でここに例えば食べ物、まあ仮にガス缶のキャップを置きましたけど、食べ物を入れた状態でこのまま置くとどうなるかというと、場合によっては、はい、こういうことが起きるということですね。笑えません。はい、ちょっと面白かったのでねもう一度撮ってみます。そっと置いただけならいいんですけどね、はい、こうなりますね。これがまあ例えばポップコーンだったらね、ポーンとこうね弾け飛ぶようなね、ある意味なんと言うんでしょうね、冗談みたいなことが起きると思います。はい、これはね私が悪いので、ね、自分の責任でやって、自分で故障させてしまったというだけのお話です。まあ悪い例としてね参考になれば幸いです。今回のシリーズ検証を通じて気づいたことなんですけど、このシェラカップの場合、茹でる、煮る、揚げるといった、要は液体をですね、シェラカップの内側に入れて加熱する場合には、まあある程度温度ムラがなくなって、その熱対流によって変形しないんだと思うんですけど、これがですね、液体を入れない焼き物の場合には、直ちに変形してしまいました。やはりステンレスの板が薄いので、熱いとこと冷たいところの温度ムラがあると、すぐに膨張率の差で、ペッコンペッコンに曲がってしまったり、変形するんではないかと思います。したがって、オーブンの場合にはシェラカップ全体がある程度一定の温度で上がるので、まだ変形がそこまで目立たなかったんですけど、直火の場合は炎の当たる部分だけが熱くなるのですぐに変形してしまったんだと思います。それに反して取っ手のスポット溶接はですね、私が思ってたよりは強かったんですけど、これは私のねスポットは弱いという勝手な思い込みによって、誤解してた部分になりますので、その点は教えていただいた視聴者の方本当にありがとうございました。まあ、いずれにしましても空炊きは最も負荷がかかるので絶対にすべきではないんですけど、そういったことを今回の検証を通じて気づきました。今回もご視聴いただきありがとうございました。まあ、この動画ねいいなと思った方、何かで役に立ったよっていう方はね高評価ボタンを押していただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。